僕にはこれといって好きなものがない。夢中になれる趣味もないし、興味のあることさえない。つまらないやつだと自分でも思う。でも好きになれるものなんてみんなそんなにあるのだろうか。ちょっと君、星とか好きそうだね。天文部に入らない？いえ、別に興味ないんで。スタ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 、せっかくだし話だけでも聞いて浮かない？まあ。君、名前は？加賀です。他に入る部活決まっているの？いいえ。なら一緒に星のオーケストラを見に浮かないか？これ笑うとこなのかな。星か、興味なんて持てそうにないけど。部活に入れば何か変わるかな？星って見てて楽しいですか？そりゃもう綺麗だし。でも見てるだけじゃ飽きませんか？トロ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 。ダメじゃん。他に何かないんですか？特徴とか。ある。ズバリ天文部はモテる。今のところカップル成功率 100%。 どう？すごくない？なんでそんな嘘つくんだろう。先輩って星そんなに好きじゃないでしょ。何をバカな。じゃあどうして天文部なんかやってるんですか？それはほら、天文部の雰囲気が好きなんだよ。へえ、他に何人くらいいるんですか？あっ、入ってくれないかな。他に入りたいと来ないんでしょ？でも話を聞けば聞ほど全く興味が。じゃあ一つ星に興味が持てる話をしてあげよう。あれを見て。どれですか？本当に星に興味ないんですね。興味はあるんだよ。まあその辺にさ、スピカっていう星があるんだよ。その辺って？その星はね、見た目は一つの大きな星なんだけど、二つの星が互いに引っ張り合って回っている星なんだよ。二つの星が協力して大きな光になる。なんか哲学っぽいでしょ。はあ、興味出た？別に。おかしいな、先輩の話丸パクリしたのに。他にないんですか？何かいろいろ教わった気がするけど。やっぱり興味は持てそうにないな。他を探した方が。あ、火星を見ながら食べたたこ焼き美味しかった。なんでたこ焼きなんですか？卒業した先輩がさ、火星人ってたこ焼きみたいだろ、とか言って見たことあんのかよってね。それで家庭用たこ焼き器で火星見ながらたこ焼き作ってたの。でも先輩ずっと火星見てから私一人でパクパク食べちゃってね。先輩キレ出して、ただでさえ怖い顔がいつもにも増して怖くてさ。いや、あの時は本当にビビったよ。その後はもうたこ焼きなくなっちゃったから。チョコ、もう星関係ないじゃん。他にも秋はお月見でしょう。夏は宇宙人の怖い話で盛り上がりながらかき氷を。この人にとって天文部は本当に好きな場所なんだな。僕にもこんな風に何かに夢中になれたら。加賀くんもやろうよ、きっと楽しいよ。僕にはこれといって好きなものがない。夢中になれる趣味もない。興味のあることさえない。そんな自分がつまらなく思えて好きになれる何かを探していた。でもこれが僕の探していたものなのか自分でもよくわからない。とにかく僕はこの笑顔をもっと見たいと思ったんだ。はい、おしまい。好きが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 
かもしれない。あなたの笑顔が僕を好きだ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 、お二人で見つめ